今日の夕食です。ハンバーグでテンションが上がった。ハンバーグです。今日も味のないご飯が届きました。そういえばさ、毎回さ、味噌汁が赤だし、赤だしですね。さすが。ご飯と、鮭こんだけ？すげえ、鮭切っちゃう。ご飯が異様に多い。210g なんですね。では、いただきたいと思います。はい、完食しました。なんか飲み物の飲みすぎも良くないですね。さっき歯を磨いていたら気持ち悪くなって吐いてしまいました。巻き散らかしてしまいました。さっきまですごく汚かったんですけど、やってしまいました。片付けたんですけど、まだ取り切れてないところとかもあります。ただ今日大晦日元旦はお掃除の人がお休みだそうです。診察を終えてきたんですけども、今日はへその緒の血流を見てきたんですが、へその緒の血流は正常で、あと18トリソミになると、なんか羊水が多くなったり少なくなったりとかするって見たんで、それも聞いたんですけど、羊水の量は普通で、血流も良くもなってないし、悪くもなってないんで、まあ、普通でした。で、詳しく、聞こうと思ったんですけど、今日その主治医の先生じゃない先生だったから、なんか、私の口からは言えないって、なんか、方針が変わっちゃうから、手がこうなってることとか、なんかそういうことについては言えないって言われちゃって、まあ、詳しくは聞けなかったんですけど、気になる。気になるよね、手だけは。手だけが気になる。今日も見たんですけど、手、パーにもするんですよ、こうやって。でも、なんかこんな感じ？こんな感じ？なんかこんな感じなんですよ。こんな感じ。特徴的な手だけだったらいいけど、なんかその先生の方針としては、まず心臓に穴が開いてるから、その手術をするために体重を増やして、生まれてから増やすために今なんか、そのことだけを考えているそうです。でもやっぱさ、18トリソミだとさ、生まれてから1年も生きれない子が多いんだよね。かといって長く生きていても、その子の幸せかどうかって
あれだけどさ、はあ、できれば、あ、そうだ、耳は普通で、顎も普通で、顔的には別にどっかおかしいっていう感じは、まあ、今のところなくて、やっぱこれだけ、手だけがおかしいんだったらいいけどさ、心臓も手術すれば治るでしょ。なんか心臓に穴は結構多いみたいなことを聞きますよね。だからまあそこはそんな考えてなくって、もしも手だけの問題だったらいいんだけど、その18トリソミーだったらさ、どうしよう、正直どうしよう。このピカの様子、なんか顔だって分からんよね。顔、これがなんかさっき言ってた手、わかる？手、ここが手の部分、なんか離れてるよね。なんかあの、昼ご飯が届きました。ご飯となんかあんかけ、豚肉のやつと、何でしょうかこれ、果物、メロンが袋に入ってきましたね。アイスクリームかと思った、違った。ではいただきたいと思います。今日はよく噛んで食べました。さっき戻しちゃったんで、なんかお腹が空いてたから、これが美味しかった。で、メロンは薄味でした。メロンまで薄味でした。今日は、夫が服を持ってきてくれました。こちらが西松屋でセールで買った、まあ大体2000円ぐらいのセットのやつです。で、こっちはあの夫のお母さんが用意してくれた無印の服です。あとスリッパ、家からボロいスリッパ持ってきたんで助かりますね。てか西松屋って安いんですね。それで2000円しないって、なんか新しい服ってテンション上がりますね。あとなんかこれを履かないといけないみたいなんで買ってきました。こんな感じ。なんかね、ここがねすごいきつくて履けなくて、履くの手伝ってもらいました。高い、これね2500円ぐらい。